それでは聞いてください。セブンは底上げ弁当をやめろ。レンジが温まりやすいからとか、底上げ弁当のトレーには君の浅はかな視点からは気づかない、さまざまなメリットが実はあるのです。商品開発部の血の滲む努力のその結果誕生した底上げ弁当、ボトムアップ。日本のトレー会社すごくすごく優秀です。それはたまに出てくるガイアの夜明けやカンブリア宮殿に示されている通りです。いかにお客様にとって美味しそうな弁当の見た目を提供するか、これがすごく大事です。だってそれで結果的に買ってるから、ね、少し量足りなくてもそれでちょっと炭水化物を減らせてる。それがもし底上げじゃなかったとしたら、米食いすぎ、糖質取りすぎ、米食いすぎ、午後は眠くなるばかり、米食いすぎ、糖質取りすぎ、午後は眠くなるばかり。意外とお客さんの健康量を気遣って減らしてくれてるんだ、むしろ減らした状態で気分は上げてくれてるんだな。見た目は満足して健康にも。糖質取りすぎ、米食いすぎ、午後は眠くなるばかり。またセブン底上げ弁当だよ、ぶっ殺すぞおい。